演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、マミルクレールの飲酒をあえて飲みたいと思います。飲酒なんてことは甘さ控えめってことなんでしょうか。どんな感じなのかな。今までは割とまろやか系だったけど、これもそうなのかな。まあ飲んでみればわかりますよね。では飲んでみます。ノンシュガーはやっぱり控えめですね。やっぱりノンシュガーなので甘さは控えめ、苦味の強い味わいですね。ミルクのまろやかさもちょっと控えめかな。というわけでカロリーや糖質を気にする方におすすめなわけですね。というわけでこちらの点数をさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。